いやもう大好き。手紙書くことは実はもう2年前から知ってました。21歳生誕されてた、うん、そう多分ジュアルデイズとかの女子会の時に知ってた。やばい、いや本当にそれかも分かんなくなったけど、ナナコにめっちゃ何回も聞いたよね。ナナコ何担当、ナナコ何するの、ナナコどうするの、ずっと聞いてるから。もうだそう、私は手紙読むよ、読むよ、代読って言ってた。そう代読誰だろうなって。えそうだからさ、あのASK のさ菅原まやちゃんとか仲いいじゃん、うん、まやちゃんとかじゃないめっちゃ言われたなんかももねちゃんじゃないとかすごい私がありそうな人の名前を、ね、そうめちゃくちゃ言われてたんだよね。私です。これさブルシェットにしてた、ね、これさパワーストーンなんじゃないかってさそう言ってたんだけどさ、恐ろしい、本当は違うのかな。ねブルシェットにしてた、落語とかで使えそうだね。お守りにしよう。お守り。落語とかで。ヒル公園ありがとうございます。手紙の開けた。いや本当に。いやいや私さ絶対なんていう泣かないって思ってたの。うん、ちゃんと。だけど全然もうふがふが泣いてた。ふがふが泣いてました。でもまあ正直、うん、多分私のお手紙は、うん、まあ書く七個なんじゃないかなっていう。うん予想の方がいると思うけど、うん、次こそ本当に分かんないね。いや分からないね。もうどうなっちゃうのか。いや次のふがふがってみんな笑ってる。てかななこの手紙のすごいところに、うん、なんか真面目でさ泣かせといて最後に笑いに持ってくってオチを作れるのすごい褒められた。本当すごい褒められた。普通だったらしみり終わっちゃうじゃん。まあありがちだよね。笑わせてくれて笑っちゃった。最後はやっぱクスって笑った方がさ閉まるじゃん。ウインナーちゃんと持って帰る今度、うん、まだ残ってるから。あのツナ缶あったじゃん。ツナ缶3個中でも1個しかも、あ2個だっけ、2個しか持ってかなかった。えまずツナ缶2個もあるから。でも残ったよね。残ってるよ。ツナ缶も置いてきました実は。ごめんなさい。でもツナは正直いろんな食べ、まあ、ウインナーもいろんな食べ方あるんだけど、ね、あのウインナーがさよくない、いいんだけど、うん、美味しいんだけど、うん、そのさ普通のウインナーじゃないじゃん、小さめで、そのなんか魚肉ソーセージですかみたいな味が美味しいんだけど、ね、ソーセージなのになんか生でいけますって言われてたね。そう生で食べれるソーセージほんまかいなっていう、そう思って美味しいやつなんだけど、大容量パック買ってっちゃった。私がウインナー買うよって言ってるのね、 LINE グループで。そう私はウインナーと生地とそうあタコ用意するからねって言ったよね。追いウインナー買っちゃったもんね。私は明太子って言ってたのに、でも気持ちでね、ウインナーも買って気持ち楽しくなっちゃって追いウインナーを買ったんですよ。追いウインナーしちゃいました。まあでもよかった。じゃあ次の生誕祭はナルミハルちゃんっていう子が、ナルミハルちゃんっていう子が全部仕切って手紙も全部一人でやるから。どうだ自分の生誕祭、うん、7個の生誕祭、7個の生誕祭もういつか全く分かんないよ。まあ忙しいからね、みんながあるから。いやでも、うん、待って、イクって大丈夫そうかも。そうなの、あのね、これね、今壊れたの。え、多分これ使っちゃいけないぐらいね、これねやばいよ。でも充電今あんまないから。でも充電できたの、うん、できてんの。さっき本当にさっきまで大丈夫だったのに、ちょっと今さっき焦ったらやばい、びっくりしちゃった。やばい、私は充電器壊しました。めっちゃ壊れてる。でも最速だよね、うん、これが最速なの。これがこっちか。コード買わなきゃ、買わなきゃ。まあ楽しい生誕祭でした。ありがとうございました。あのさ、私がすごくもう面白かったの、うん、面白くはないんだけど、うん、その今日からサメカツナ公園の瀬取りが変わったわけですよ、うん、そうね、そうね。でやっぱそのサメカツナの子たちって生誕初めての子多いし、うん、まあ生誕さんあんまりよく分かってない子がやっぱ多かったじゃん、うんうんうん、で全然悪意はないけど、うん、瀬戸利を変えちゃった日がたまたま今日だったのね、うん、でその生誕、ミハの生誕員の人がさ作ってくれるプログラムにさ、うん、あのサメカツナのこの曲の時にこのサイリウムでこうしてくださいみたいなことを書いてたから、はぁーっとそれを見た時に、はぁ今日そうだよね、思わないもんね。そう確かに
それは私も学んだ。でもめっちゃすぐに対応してやってくださったって言ってて、たまたま今日だったんだよね。ミハちゃんもうちょっと映って、あ、すいません。そういうこともあるね。なんか奈々子と老後縁側でお茶したいね。それはもう結婚しなきゃだわ。あ、そっか同居でもしれない限り、私は奈々ちゃんをずっと支えていくので皆さん大丈夫です。ちょっとね、ちょっと最近はさ、ちょっとコロナの影響でね、駆けつけられないけれども、行きたい思いは山々ですよ。奈々も来てくれる8月14、15、うん、飛んでいっちゃおうかな。ちなみに今私の目の前に NGT の初期から支えてくれているマネージャーさん、子さんのマネージャーさん、一番子さんのマネージャーさんいるんだけど、初期からいてください。もう私のね、研究生時代から私の担当してくれてるのに、今は違うんだけど、そう、今ちょっと違うけど、ずっと「いや西村の舞台行くから」ってずっと言ってんのに、一度も来た試しもないし、稽古も来た試しもない、頭抱えてるよ、頭抱えてる、行くから、絶対行くからねみたいな、西村の晴れ舞台行くから、頭抱えてる今。あと研究生の時に3年間ぐらいさ、担当してくださったあの絆は何だったんだろうって思うよね。本当にまっすぐな目で、そう、一回も来たくない。私だってもう落語も4回やってるしさ、そう、ね、舞台も3回やったし、博多さんも来てくれなかったから、そもそもちょっと今タジタジになってます。本当に今なら多分大量のウィンナー持ち帰ってくれてる口だけがそうバラしちゃった。いや本当に子さん、子さん数少ない子さん、子さんマネージャーさん、いつも忙しいんだろうなってコメント来ました。私たちよりも NGT に関わってるってことですよね。オーディション、ね、そう、オーディションの時に見てくれたから、ね、すごい子さん。だからもう毎回、いや次の舞台こそ西村行くよ。でも大丈夫、口だけ、次来てくれるよ。確かに次長野も東京もあるから、多分長野も東京も駆けつけると思うよ。こっそり見に行ってるのに嘘つけー嘘つけー、来た試しがないもん。こっそり、そうなのかもよ、変装してわざわざ、いやいや誰にバレるの、違う、愛がこもりすぎてちょっと見ちゃうと緊張しちゃうかなっていうので、いやいやいや、泣いちゃうか、あのNGT の初期のお披露目でも号泣してたから、多分泣いちゃうんだよ、奈々子の姿見たら。でもう一人さ、あのマネージャーさんいるの、うん、今スポーティーな近くに来てくれてるマネージャーさんもいるんだけど、その方は、うん、あの私が初めて落語やった時に、うん、もう絶対私が明らかに一番下手なの、それなのにへこんだ私を見て、いやもう奈々子ちゃんが一番良かったってもうお父さんなのお父さん、本当でもリアルお父さんぐらいの年齢の方だから、確かに確かに、諏訪さんじゃないの、諏訪さんじゃないんだけど、みんなすぐ刺さってる。でも奈々子さんが、奈々子ちゃんが一番良かったよ、ほんと奈々子ちゃんが台本覚えてたし、いやもう覚えてるのはみんなだからみたいなお父さんもほら娘が頑張ってるからどうしても元気出してほしかったね。あの日さ、お母さんにちょっと聞いて、丸々マネージャーが、もう明らか私が一番下手なのにへこんでたから、奈々子ちゃんが一番良かったよって言ってくれたって良かったんですよね、だって良かった、なわけないのに。いや面白い、そう、褒めて伸ばす戦略、そう、褒めてくれ。奈々子の話し方って本当に面白いよね。なんでそんなことないよ、なんか話の組み立て方が、うん、どういうこと、え、何あはははっていうの持って、いや、あなたの分岐点もすごい面白かった、マジで恥ずかしかった、分岐点は恥ずい。私がお手紙で通過点、まあ、折り返して、まあ、私たちもアイドル7年目で、まあもう今からね、7年後ってなったらさ、もう30代こうやって30歳なわけですよ。だから、まあ、おそらく私も三春もアイドルの人生の、うん、まあ、あの折り返し地点は過ぎてると思いますけど、ね、うん、これからもなんか残りの時間一生懸命頑張っていきましょうねっていう手紙をね、途中あったんですけど、それを聞いた三春がその後、奈々子も手紙で言った通り、私たちはあの分岐点は過ぎてるんですけど、いや分岐点はきっとこれからもある間違いない、本当にすいません、分岐点は絶対あるから、はい、数々の今まで分岐点があったわけじゃないですか、 いろんな選択をしてきて、あった、きっとこれからもある。そうだね、折り返し地点、そう、折り返し地点は過ぎてしまったかもしれない、23、24、もう30
超えてっから分からん、どうなってるか分かんないから。恐ろしくない？だってもうあと10年もしないで30代ってことでしょ。そうだよ、そうだよ、正確に言ったらもう6年。ペコパって言われ、ペコパさんの喋り方だったって言われた。分岐点はこれからもあるでしょ。これからもある。本当に好き、ありがとう。なんでめっちゃ好き。まあね、いろんな分岐点があるでしょ、はい、けど折り返し地点ね、覚えました。いやもう、そう、折り返し地点は過ぎてしまったけどさ。6年ってやばくない？一緒にずっといるの。そうだよ、待って、今年の7月でオーディションから、もう7年目なの。7年目？そりゃさ、7、ね、みんなスタッフさんがこの10連休見る。これびっくりしますよね。これ心配しちゃう。お疲れ様で。7年目だよ、ナナちゃん。ナナちゃん7年目。いいじゃん。いや全然楽しくない。え、どういうこと？ナナちゃん7年目。じゃあ、ミハちゃん38歳なんだけどよ。38歳になったらそれはいいわ。38年目。ミハちゃん38歳。ナナミハ38です。ずっと新潟に携わっていてね。だって奈々ちゃん本当だよ、ね、骨うずめるからね、新潟で。そうなの？奈々ちゃん言えてないし。骨うずめるでしょ。20歳の西村奈々子ですって言ってた時期が懐かしい。懐かしい。そもそももう18歳のって言ったし、最初の。確かに。えでもなんかさ、奈々子さ、年々さ、なんか元が大人っぽかったからさ、なんか可愛い系になったよね。なんか前はめっちゃ綺麗な、めっちゃ大人な女性ってイメージだったの。あのオーディションぐらいの時とか、選べなかったもんね、ドラの時とかって。でも年々さ、なんかさらに綺麗になってさ、なんか大人からの可愛さがさ、めっちゃすごいなと思ってね。あらやだ、あらやだ、そんなこと言ってもらえるなんてね。よーね、なんか隣のお家からすごいな声が聞こえるんですけど、よこいしょ。年齢若くなるの分かる。前髪下ろして、まあ一回さ若くなって、年齢若くなってる。でもさ、なんかよくさ言われるのがさ、うん、その何歳まで行ってほしいみたいな言われるじゃん。ありますね。で、誰々もいるから大丈夫、例えばゆきりんさんが今年30でもいるから大丈夫、うん、まだ大丈夫とか、あの何々さんがいるからまだ2人若いよとか言われるじゃん。いや待って、その誰々さん、ゆきりんさんもまだ若いわけじゃん。いやそうよ。なんか その言い方があんまり好きじゃなれなくて、誰々さんがいるからなのかはまだすごい若いからって言ってもらえるのが、若いよ。いやもうそれはもうさ、私の おじいちゃんとかさ、92歳とかだからさ、その私のおじいちゃんに、いや奈々ちゃんはまだね、おじいちゃんが92に比べたら奈々ちゃんはまだ若いよって言ってもらえたらまだわかるけど。泣き声出ちゃったね。泣き声出ちゃった。ちょっともう一個、また壊したの。でこれはいつも取れちゃう。なんか物壊れ、誕生日プレゼントケースにしよっか。えでもこれ変えたばっかな。でもこれね、いつもね携帯を取るときに取れちゃうの、これ一緒に取れるもんな。これ中に入ってある。え、そう。でもねこれハマりよ、これ。ああ、なるほど。取り外し可能だろ。よかった。いや面白い。そう、隣の今日なんかちょっと中村あゆかさん、ちゃんね、中村家結構賑やかだね。何ナビやってんのかな。うん、ナビやってんのかな。ナビパがタコパしてるのか分かんないんですけど。ねえ、本当に。数年後には赤ちゃんになってるって。あ、若返って、うん、ありえる。奈々子赤ちゃんの時から変わんないからな。変わんないね、可愛くて。いや昔から可愛かった。ナピオ最高、イエーイ。ありがとう、ありがとうございます。でもめっちゃ噛まなかったよね、ちゃんと全部読んでるんです。ごかった。え、どういうこと？つっかかるじゃん普通。なんかだから自分が書いた文だもん。え、つっかかるし。すごい。いや私はやっぱミハに落語やってほしい。やめてくれ。おい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 、もう心臓出ちゃう。心も強くなるし、あまり噛まなくもなるし、心臓出ちゃう。セリフを覚えることにすごい、なんか心臓出ちゃう。心臓免疫がつく。やばいやばいやばい、白目向いちゃう、緊張しすぎて倒れちゃう。倒れちゃう私。だって今日の公演もさ、昼公演からどうしよう、胃がキリキリする。本当に私毎公演緊張しすぎて胃の調子おかしくなるんだけど、でも今日はさらに昼公演もやばくて、夜も本当ずっと心臓バクバクしてて、うんうん、やばかったですね。緊張してたね。緊張しすぎて
私でもね、手紙読むから緊張するかなって思ってたの、うん、全くしなかった。いやもうプロですから。落語のせいだと思う、舞台ね。だって読んでるんだもん、台本。台本っていうか自分が書いたトガキがあるわけじゃないですか。トガキ、なんですの、手紙の、まあ、その自分が書いた文章があるわけだから、うん、いわゆるカンペがあるわけじゃないですか。確かに確かに。手紙暗記しろって言われたら私も緊張するかもしれないけど、うん、落ち着いてたよね。手紙読むわけだから全然。でもなんかその生誕、まあなんだろう、久しぶりではあったけど、みんなめっちゃ落ち着いて進行してくれてて、そう、なんかさすが感があったよね。誰もバタバタしてなかった。確かに知らなかったね。うん、めっちゃ落ち着いてた。でもしかもファンの方もさ、臨機応変だったね、すごく。この今回はさ、コールとかができないわけだから、いろんな工夫とかもさ、してくださってさ。ナナちゃんの生誕祭も楽しみだな。いつになるか分かんないけど、ね、いつならゆめちゃんがマイク持つ。ゆめちゃん西村軍団として。あ、ね、そうね。そう、明日あの長野で西村軍団も解散してるんですけれども、うん、まあ長野の3名が行くんですけど、うん、ね、うん、あのゆめちゃんはよく西村軍団って言ってくれるから、うん、ちょっと持ってくれよって言ったら、はい師匠って持ってくれたので、いい師弟関係。本当ゆめちゃん面白い。早くコールできるようになるといいね。そうだね、うん、待ってほしいね。私さ、下のなでのさ、落ちサビの時、私たち後ろ向いてるじゃん、その後に正面向いてサイリウム見るのがめっちゃスターなんだと。わかる。あそこがめっちゃ今日も良かった。なんか10年桜の時にピンクだったじゃん。なってた。これの光景、私もうリカに見せたいってめっちゃ思った。そう、みはるもピンク好きだし、うんうん、きだこの光景も、ね、リカに見せたいって思っちゃった。本当に素敵だった。なんか夢が詰まってたね。いい生誕だったわ。これ今月めちゃくちゃ生誕あるからね、うん、確かに今月結構大変だね。ねえ、なんか初っ端ちょっとめっちゃ緊張したけど、確かにこれがいや基準になるので、基準みたいになっちゃうからね。これがしかも結構10人トイレのメンバーが重なってるから。そうね、そうね、そうね。さっきれいちゃん、あいなちゃん、あいなちゃん、じゃああいなちゃんがみはるのを見習ってやって、今度は支える側になります。そうね。いや、なんかやっぱ隣の違う結構声が聞こえるの。なんだろうね、すごいね。ラメパしてるかな、うん、やっぱしてる。タコパかな、ゲームしてる。すごいな、声は聞こえるんですけど、うん、いやでもいい生誕祭だった。ありがとうございます。そう言っていただけて。かいわれくん、あ、そう、かいわれくんのおかげで今回満席だったんですよ。本当に、そう、本当久しぶりの満席でね。ありがとう、すごい視線感じました。でもちょっといつものかいわれくんの違った。かいわれくんちょっとなんか自信持ってるかもしれない。うん、そういうこと。あ、ちょっと悪意はないけど、これ、うん、そうそうそう、いつもねお口がないタイプだったんだけど、結構進化した、ね、そうそう。あ、これ、中村アンドから。アイナちゃんが7月24。そう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 、アイちゃん。いや、なんかさ、手紙、やっぱさ、手紙気になるじゃん、誰かめっちゃ気になるよ。正直司会進行ももちろん気になるし、から誰が絡んで、でも今ユニット公演だから、どの大体さ、やっぱ人数少ない分、うん、みんながケーキ運んだりとか、ね、みんなが何かしらやることになってるから、ね、だからこそより手紙がやっぱ気になっちゃうじゃん。手紙をさ、誰書くか探るのはもう今後やめようにしよう。そうだね、私もひたすら聞いて。そうだよ、みんなだから、しかもミハがめっちゃ私に聞いてくるから、うん、もうみんなが私のことをかばって、いや、あの私たちが一行ずつ書いたんだよ。いや、だって本当に結構初期の頃ってさ、家族とかリエさんとかね、マリナちゃんとかね、だったじゃない、うん、でも大体家族とか行くと、でもメンバー近くにいるしないつもみたい。そうだよね。いや、困った、あの時どうしようとバクバクしてた。ごめんね、ありがとう。大丈夫だよ。いや、だからさ、もう超適当に、あいなちゃんのお母さんとかじゃないとか、なんかすごいよ、なんかマネージャーさんのお母さんからだよとか、なんとかマネージャーさんのお母さんが書いたって。めっちゃいろんなこと言ってて、もう嘘下手すぎでもなんか本当にも聞こえてきちゃうんだよね、なんか
ありえるかな、ないでしょありえないでしょ、なんかワンチャンあるんじゃないかなって思っちゃって、そう他のグループのメンバーの時は絶対あるじゃん、あるね、あるから、ね、確かに確かに、私もありえるけど、そうでもすごい適当にいっちゃった、まあね本当に。でも私ね、生誕の手紙書くの初めてだったの、うん、大滝とあやにゃんの卒業公演を書いてるんだけど、お手紙書くことはあったら、うん、そうだね、読むことは結構あったけど、ね、なんか代表して書くことは、生誕で書くことはなかったから、お祝いしていただきました、よかったです。え、右の方ごちゃで有名な方ですかってコメント来てます。そうです、ごちゃが誇る、まず右、皆さんから見て右だから、全然有名じゃないんですけどね、ごちゃが誇る、ごちゃって赤坂だっけ、赤坂が、赤坂じゃないです、赤坂の近く、関西でした、赤坂は TBS でした、 MBS 全然違かったです、 MBS 申し訳ないです、77で有名になった、777校で見てるからね、うん、それね学生時代言われてたそうだったの、もうやってたんじゃない、学生時代に、あなたそれね小学校2年生とかに言われてた、小学生の時に、2、3年生の時に言われてた、そんな昔だったんだ、わあ。左の方は舞台女優の方です、もう素晴らしい舞台女優さんで、ね、もっと偶然だわ、偶然みんな偶然ですよ、宣伝とかじゃない偶然なんですけど、たまたま本日からこの間出演した風が強く吹いているという舞台のディレイ配信が、あ、たまたま、はあ、今日でした、はあ、皆さんぜひ見れるんですけれども、配信が始まってるんですけれども、皆さんチェックしていただけたでしょうか。あ、待って、これもたまたまですよ、なんか宣伝が大好きみたいになったら申し訳ないんですけれども、さすが女優さん、もうたまたまなんですけど、8月14日から29日まで、うん、長野と東京で家族の話っていう舞台やってて、うん、もうたまたまな、本当にパッと思いついちゃったことを言うんだけど、チケット販売中なんですよね、たまたまだよね、たまたま、ほんとたまたま、もう全然そんな宣伝しようなんか思ってもなかったんですけど、ほんとにたまたま、さっき見てたって、ニコちゃん最高、ニコちゃんはね最高だし、もう普通演じてる人も優しい人だった、たまたまいろんなね宣伝が重なってるだけ、たまたま、いやもうたまたま、今たまたま行っただけだもん、びっくりしちゃった私も、いやミーハーがたまたまその舞台女優って言うから、いやもうたまたま、ね、家族の話、長野行きありがとうございます、いやなんと、いやこれもたまたまなんですけど、家族の話の方はなんと、もう一人 NGT メンバーが出るとか出ないとか、ね、安藤チカナとか、チカナじゃないとか、チカナとかとかじゃないけど、チカナとか矢野陽子っていう役とか、役じゃないとか、役とかなの です、ぜひ皆さんの何が言いたいかっていうと、長野公演の方も東京公演の方もどちらでも嬉しいんですけれども、まあ、来てくださると嬉しいなと思っております。アンチカ先生がまだ稽古始まってないけどね、そうで、落語の時に私がね初めて落語やった時にも、うん、いつもそのおととし舞台やってる時はミハがごちゃのラジオを兼ねて東京にいてとか、東京でアットジャムかティフかなんかがあって、そうお仕事の兼ね合いで来てくれたんだけど、プライベートでマサが武蔵野芸能劇場に来てくれて、めっちゃ迷ったけどね、そこまで行くの、ねえねえ三鷹駅からさ、もう迷うこと猿でも分かるよ、いやもうやばかった、もう迷いすぎて焦って、ね、結構時間余裕持って行ったのに、何回も地図見ても同じとこぐるぐるしちゃって迷うわけがない、めっちゃ迷ったの、うん、ずっとこうやってて心配しちゃって、私徒歩1分もかかんないじゃん、全然 なかったの、私が見たの、もうあるありましたなくて焦りまくって、間に合わないと思ってマネージャーに、結構ギリギリに来たよねすいません迷子になりましたって言って、うん、迎えに行ってくれたね、なんとか着きました、あんな迷わんぞってみんな言ってるよ、嘘、どこが
まあ、でもね、三鷹までさ来てくれてさ、どこへでも行けますよ、なんでちょっとコロナの関係でね、どうしてもあれだけど、ね、今行けてないんですけど、でもあのこいつかっていうか、もう今度こそ、まあ、奈良さんの舞台行きますって言ってくれてる、うん、今、うん、目の前にマネージャーさんも、うん、きっとね家族の話は来てくれると思うから、一緒に来たら、うーんって言ってるから一緒に行こうかな絶対うな、めっちゃうなずいてる、絶対今から多分予定入れると思う、なるほどね、その日は MC で、悲しいです、でも私思うの、だってさ舞台って1日じゃないじゃん、そう、ね、何日かやるわけだし、うん、今回なんて 14から、うん、まあ、14、15って、うん、そしたら26から29、うん、時間があるわけだから、うん、絶対何日かで空いてるじゃんって心の叫び、今携帯いじってるから予定入れてるから、いや違う、今友達と LINE してる、ね、お母さんに頼む、お母さんに、そう、あとおばあちゃんとおじいちゃんと、ゃんと親戚全員に、あ、なるほど、ナウって西村のショールームナウって送ってるから、ナウ今見てるんだけどな、悲しいです、いや、ま、あの来てくれたら嬉しいなって思います、今その方がその間劇場を守ってるのさってキラキラって言ってるけど、いや来る気ないじゃん、もう来ない宣言されました、西村の舞台行かない宣言されました、しかも野さ守ってる、野さ守って、その間劇場守ってるのさ、今度は最善で見るよ、お、いやでも一応最善のチケットも売れてるんで、あの三木屋席にちょっとあの最善準備しとくんで、もしくは一番最初に座布団引いて準備しとくんで、 OKOK だ、ありがとうございます。S さんじゃない、 S さん、諏訪さんじゃない、諏訪さんじゃない。みんなさ、NGT には諏訪さんが5人ぐらいだと思ってるから。マネージャーさんいらっしゃいますからね、何も。そうだよ。そう。本当にさ、マネージャーさんの話すると、あ、そう、わかる。諏訪さんだって言うけど、いやもう諏訪さん一人しかいない。知らないからしょうがないんだけど。そう。しょうがないけど、みんな。そうだろうみたいな感じで言ってくるんですけど、私って諏訪さん 5,6 人いるわけないから、何でも S さんでしょ、諏訪さんでしょ、そうなんです、やっぱ30分過ぎた、やばいですね、私も配信始めるけど、実は私は今日30分ちょっと短めの配信だったんですけれど、この辺で終わりにしたいと思います、突然の配信で、皆さん突然の配信になっちゃいます、皆さんありがとうございます、ランキング読みたいと思います、お邪魔しました、13位アップルシードさん、ありがとうございます。12位秋広さん、ありがとうございます。11位発生さん、ありがとうございます。10位高茶さん、ありがとうございます。9位よももさん、ありがとうございます。8位さいさん、ありがとうございます。7位こうせいさん、ありがとうございます。6位ゆうた、あと何票さんだって、ありがとうございます。5位なかさん、ありがとうございます。4位セナさん、ありがとうございます。3位安彦さん、ありがとうございます。2位サイクロンジョーカーさん、ありがとうございます。1位ダイさん、ありがとうございます。ハイハレ大地センターには今回ダイさんが選ばれました、ありがとうございます。ということで、ちょっとバタバタ駆け足になっちゃったんですけれども、配信見てくれた皆さんありがとうございました。改めてみはちゃんお誕生日おめでとう、ありがとうございます、ありがとうございます、たくさんの拍手ありがとうございます。ということで、皆さんまたショールームできる機会があったら見てください。ではまた、なんでこの舞台みんな応援して、ぜひ、あ、たまたまなんで、もうやめよう、ありがとうございました、またね。